怖。お母さん、お母さん、火花が大変なの。ここで死んじゃったら、今まで何のために頑張ってきたのかわからないじゃない。ねえ、火花。私は幼い頃、ある方に命を救われました。それ以来、私の中には人の血と人ならざる者の血が流れている。そして娘たちの中にも。あのお方にできたのなら、私にもできるかもしれません。下がっていてください。火花、お母さん、お母さん、お母さん、私、火花、ありがとう。私のためにいっぱい頑張ってくれたのね。私、どうしちゃったの？本当に化け物になっちゃったの？火花、ごめんね。確かに私たちの半分は人ではないわ。でも人間とかあやかしとか、そんなことはどうだっていいの。火花は火花よ。昔からそうだったわね。あの時から何も変わっていないわ。とってもとっても優しい。私の自慢の娘よ。寝ちゃった。無理もないわ、あんなに無茶をして。娘たちを助けていただいて本当にありがとうございました。このご恩は終生忘れません。私たちのために多くの命が失われた。そして私たちは、人の世で生きるにはもう取り返しのつかない領域まで踏み込んでしまいました。これはすべて娘たちを守ることができなかった私の責任です。この世界を立て直し、ここに留まることにします。そしてここが迷える魂や私たちのような半端者の救いの場になれば。
そのためにできるだけのことをしていこうと思います。ヒガナ、この方を送り届けてくれますか？うん。あの門をくぐれば元の世界に帰ることができます。本当にありがとうございました。これでお別れですね。あなたが来てくれて本当に良かったです。昔見た夢の通りでしたね。でも、寝てないと。あなたに言わないといけないことがあるから。あの男、あなたのおじいさんのこと、本当にごめんなさい。そしてお母さんとヒガナを助けてくれてありがとう。これを。どうしたの？ね、泣いてないじゃない。私のことでしょ。教えてあげる。そろそろ行かないと門が閉じてしまいます。向こうの世界に戻ったらあの子にもお礼を言っておいてください。さようなら。ありがとう。